芸人空気階段。いや、お忙しいですね。いやいやいや、まあありがたいことに。そうですね、ありがたい。昨年キングオブコントで優勝し一躍人気者となった彼らだが、周りの芸人たちからの評価はこいつ本当にクズなんやなって正真正銘のやっぱクズ芸人なんじゃないですか。クズの知能犯だ。本当に面白くなかったら終わってる2人ですからね。だってどっちも芸人界屈指のクズ空気階段。2人が新番組のテーマに掲げたのは意外なものだった。100万円で恩返ししたいですね。はい、なんか恩返しをするっていうのはしたいかなと思ってます。クズたちが身銭を切り100万円分の恩を返す。題して空気階段ドキュメンタリーシーズン1自腹100万円クズの恩返し。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は何の仕事ですか？今日はこの後ニューヨークさんのライブがあるんですけど、もうちょっとゲストで出させていただくことになってまして。はい。ちなみに何時入りですか？1時半ですね。1時半。はい。ちょっとすでに過ぎちゃってる感じです。まあこのぐらいはゆるい感じです。大丈夫ですか？お仕事全体的にこんな感じです。それは。遅刻はさも当然という態度。困るのはいつも劇場スタッフ。リハの時にいつも呼びに行くんですけど、もぐらさんがなかなかいつもいなくて。スタッフの道具とかが置いてあるところになんか近づいてったらすごいでっかいいびきの音が聞こえて、自分で楽屋にある畳をわざわざ引いてしっかり寝てて。まもなく到着です。結構いびきやっぱ大きいですね。いびきかいてました？めちゃめちゃ書いてました。恥ずかしいです。テレビ局の楽屋でも聞こえるんですけど、普通に挨拶しようと思ったけど、やば入れないかも。そんなもぐらはお金にもルーズで。なんか昔大喜利を携帯で答えるみたいな、若手がもう全員集められて客席に座ってこう大喜利を携帯で参加するみたいな時に、あいつだけ携帯代払ってなくて携帯使えへんからっつって答えられへんかった時あったよな。高円寺の本当に一番くらいのボロアパートで家賃18000円くらいだったんですよ。18000円を半年くらい滞納して、でもすごい優しい大家さんだったんですけど、さすがに怒った。なるほどね。いい加減大家さんに悪いからっつって先輩芸人とかが17000円払ってもう返してこいって言ったの。もぐらその17000円メダルゲームでメダル買ったからね。17000円分だよ。こちらがもぐらが住んでいたアパート。当時の大家さんに話を聞くと、とにかくだらしない。家賃はだからもうそれこそ半年以上払ってないことあって、それが何回続いたのかしらね。え家賃払ってって言ったら「明日払いますから」とか言って逃げる。いつもここまでひどいのかなっていう感じ。次々と明らかになるもぐらのクズっぷり。しかし取材を進めると空気階段の新たな一面を知ることになる。空気階段担当して1年ちょっとぐらい経つんですけど、もぐらさんよりかたまりさんの方がクズな部分も多いと思います。もぐら以上にやばいですからね、かたまりの方がむちゃくちゃやばい。意外ともぐらって常識的な部分も多いんですけど、変な部分はいっぱいあるかもしれないですね、塊の方が。お寿司屋さんのバイトとかもしてて、もう話がなかったですね。ちょっと使い物にならないというか。なんかモグラが借金600万あるとかっていうの話題ですけど、かたまりの仕送り全部あしたら2000万ぐらいあるだってあんなバイトもできないやつ仕送りなかったら死んでますよ。だってかたまりは女癖が悪いんです。その女性と完全に打ち解けてない状態でも盛り上がっちゃって自分の中で結婚しちゃうっていう、いわゆるその離婚するために結婚してるんですね彼は俺やっぱ1年持たないやつってクズだから、大隅健也とかでも1年持ってるから。かたまりさんは楽屋使った後がすごい汚くてゴミをゴミ箱に入れてるとこ見たことない感じですね。この日かたまりは時間通りにテレビ局入り。14時までちょっと待ちになるので、はい、お待ちください。はい、楽屋での様子を覗いてみることに。はい。こちらでお待ちください。はい。失礼します。そうです。香港って飯うまいですか？香港は飯、中国で俺もうまいんじゃない飯からした方がいいよこれやばいだろこれこれ多分はいはい、こんばんは。打ち合わせの時にお願いします。はい、はい。かたまりが出て行った後、楽屋を覗いてみると、弁当、お菓子、ティッシュと全てを散らかしたまま出て行ってしまった。お金、恋愛、仕事と多方面にくずっぷりで迷惑をかけているかたまり。一方、相方もぐらの仕事合間の様子にも密着。その新聞はこれは今日 G3 があるんですよ。競馬、はい、ダイヤモンドステークスっていう、はい、なんでそれのちょっと予想ですね。ギャンブルは奥さん禁止されてるんですか？あ、仕事だったらいいんですよ。ボタン、なので今ちょっとカメラ回ってるんで、カメラ回ってるんだったらまあ本当だ、今の仕事じゃないだろ。いやこれ回ってれば別にね密着ってことでね、カメラ回ってますんで、クソ一休さんみたいなこと言ってる2018年人生で初めてできた彼女と結婚し、2人の子供にも恵まれたもぐらだが、もぐらの今の奥さんってもぐらの今のキャラを許容して結婚したわけじゃないんですよ。もぐらのクズの部分って今の奥さん大嫌いなんですよ。結婚したというか付き合った時点でもうギャンブル禁止なんですよ、でももぐらずっとギャンブルこっそりやってますしくじり先生に出てギャンブルやめますって宣言した2日後に朝マルハのパチンコに並んでたんです東宝で。もぐらに言われるとすごいですね、筋が通ってる気がして。詐欺師なんですよね本当に、口がうまいんでね、はい、どうやらこの密着カメラがあることで仕事と称して競馬をするようだ。でもね、こうやってね予想してると結局ね一番人気からいっちゃうんですよね。硬いんですよね、その買い目が。本当に借金なんかギャンブラーみたいな意味でありますけど、めちゃめちゃ硬いとこやって本命で外すっていうのをひたすら繰り返してる。ちなみに今までのその総合どう勝ってるんですか、負けてるんですか？いや、負けてますよ、そりゃ。負けてる。はい。今まではですよ。はい。でも別に死ぬ時にやっぱり勝ってればっていうのはあるんで、別にその終わってないんですか、戦いは。はい。今障害成績いくら負けぐらい？まあ競馬とパチンコ合わせたら4、5千万じゃないですか、多分。はい。